ちは、MH チャンネルです。今回の動画はワンちゃんと猫ちゃんの目やりの取り方についてお話をしていこうと思います。今回お話しすることはですね、まずはじめに目やりが出ていた場合に一番はじめに色をチェックしていただきたいですよっていうようなお話をさせていただきます。で、次にですね、その目やりの色なんですけれど、緑色だったり黄緑っぽいような目やりが出てる時には注意をしてくださいっていうことについてお話をしていこうと思います。で、最後にですね、実際の動画を交えて目やりの拭き取り方ですね、お家ではこういうふうにケアしてあげられるとよろしいですよっていうようなお話をしていこうと思います。それでは本題に参ります。まずはじめにですね、目やりについてなんですが、目やりっていうのはですね、僕らは眼屎っていうふうに呼ぶことが多いです。もともとはですね、皮膚の赤みたいなものですね。ですので生理的な分泌物ですよっていうふうに言われます。通常はですね、たくさんは目やりはたまりませんので、目やりがですね、気になるほどたまる場合には必ず何か背景があります。多くの場合ですね、原因として考えられるのは涙の量が増えている場合に目やりがたくさん溜まることが多いですね。で、目やりが増えている時にぜひ見ていただきたいポイントはですね、目やりの色です。緑っぽいものをしたものですとか、黒っぽいものもありますよね。中には白っぽいものがあったりだとか、様々ですので、まずお家の子に目やりが多いなって感じた時にはその目やりの色を見ていただくとよろしいかと思います。目やりの色なんですけれど、よく見るのはですね、目頭の部分に涙焼けがある子ですね。その場合には茶色っぽい目やりですとか黒っぽい目やりがあって、同時に目頭からお鼻側に向かって少し、汚れっぽくなってたりだとか、皮膚炎が起きたりだとかっていうことがあります。これらの原因はですね、鼻涙管といって、目と鼻をつなぐ、管があるんですけれど、それが詰まっていたりだとか、まだ体が小さくてですね、そこが低形成であったりだとか、さまざまな原因があるんですけれど、鼻涙管の流れが悪くなることで涙の量が増えて目やりが増えてしまうっていうふうになってくることが多いです。他にもですね、白っぽい目やりだとか灰色っぽいものだとか、いろんなものがあるんですけれど、これらはですね、大量に出てたりだとか、その後ですね、続かなければ基本的には問題になることは多くないかと思います。で、最も気をつけていただきたい色はですね、緑色っぽかったり黄色っぽかったり黄緑色っぽいですね、どちらかというと青っ鼻のような色をした目やりが出てる時には、注意が必要です。これらはですね、細菌感染の可能性を示唆するものですので、すぐに動物病院の先生にご相談していただくとよろしいかと思います。今お話ししたようなですね、緑色の目やに、黄緑色っぽいような目やにっていうのは、とても注意が必要なんですけれど、これらはですね、バイ菌が入ってしまって、そういうような色の目やにを出すことが多いですね。で、原因として多いのはですね、かゆみがあったりだとか、痛みがあって、気にしてお目目をかいてしまって、そして傷ができてしまうんですね。で、その傷口から細菌感染を起こす、バイ菌が侵入して、緑色の目やにが起きるっていうことが多いですね。で、かゆみの原因として多いのはやはりアレルギーがあって、まあ、例えば目の周りがかゆくってですね、それをかいてしまって親指の爪が当たるですとか、顔をこすりつけてですね、カーテンだったり絨毯でお目目に傷をつけてしまう場合が多いですね。で、あとはですね、お散歩の時に草むらにお顔を突っ込んで目に傷をつけてしまうということも多くありますね。この緑色、黄色っぽいような目やりが出ている時にはですね、他にも一緒に認められる症状として多いのはですね、周明感といってですね、太陽を見た時のようにですね、眩しそうな目をしてないかっていうのはチェックをしていただけるとよろしいかと思います。で、他にもですね、僕らも目にゴミが入った時はかなり痛いですよね。で、その後たくさんの涙が出てきますので、ワンちゃん猫ちゃんもですね、お目目に傷ができた場合にはたくさん涙が出てきますので、涙の量が多くないかどうかをチェックしていただくとよろしいかと思います。で、あとはですね、目の表面の傷っていうのはものすごく痛いですので、中にはですね、お目目に傷ができてその痛みによって元気だったり食欲が落ちる場合がありますので、緑色の目やにが出てるのと一緒にですね、これらの症状がある場合にはお目目の表面に傷ができてる場合が多いですので、早めにかかりつけの動物病院の先生に見ていただくことをお勧めします。で、最後にですね、正しい目やにの拭き方についてなんですが、まずはですね、目やには目頭にたまることが多いですので、目頭に向けてですね、ティッシュであったりガーゼを拭いてあげるのが基本だと思います。そのまま拭くとですね、お目目に傷ができそうで怖いんですけれど、人間と同じようにですね、物が目に向かってくるとお目目をつぶるっていうような習性はワンちゃん猫ちゃんにもありますので、ゆっくり近づけていってですね、目頭に向けて、または目尻に向けて濡らしたガーゼで拭き取
取ってあげるのがよろしいかと思います。お目目にですね、お水が入ったり気になるよということであれば、そういう目に入ってもいいような専用の静止剤っていうのもありますので、ぜひ動物病院の先生にそこはご相談いただくとよろしいかと思います。こういう基本的な拭き方でも目やにが取れない場合はですね、ホットアイマスクのようにですね、温かい布巾などですね、これもぬるま湯に濡らしてもらった布巾でいいんですけれど、そういったものを覆いながら拭いてってあげると案外取れたりもしますので、ぜひ一度お試しいただくとよろしいかと思います。でよくですね、こういう目やにがあることで聞かれるのが、例えば昨日から目やにが出ていて明日動物病院に行くんだけど、それまでに目やに拭かないで行った方がいいのかなっていうふうに言われることがあるんですが、もうそのままにしておくとですね、お目目が開かなくなったりだとか、やはりかわいそうですので、ぜひ拭いてあげて構いませんので、そのまま動物病院の先生に見ていただきたい場合にはですね、写真を撮っていただいたりだとか、その時の目やにがなくても何か診断がつかないっていうことはほとんどありませんので、ぜひご安心いただいてですね、お家にいる時からですね、お目についた目やにをきれいに拭いてあげるとよろしいかと思います。で最後にですね、実際に目をきれいに拭いているところの動画をご覧いただければと思います。はい、ありがとう。いた。わあ、緑色の目やにだ。すいません。あのテスト用紙が前から回ってきて、それが目にピッてやって、痛みをこらえながら後ろの友達に渡して、目やに緑の時のモノマネしてました。まとめです。今回の動画はワンちゃんと猫ちゃんの目やにの正しい取り方についてお話をさせていただきました。まずはじめにお話をしたのはですね、お家の子に目やにが出ていた時にはまず色をチェックしてあげてくださいというのをお話をさせていただきました。黒色っぽい目やにだとか、緑色っぽい目やに、白っぽい目やに、いろいろな目やにがあるんですが、原因によってはですね、その目やにの色が違いますよというのをお話をさせていただきました。で次にですね、その中でも緑色の目やにには注意が必要ですよというのをお話をさせていただきました。緑色の目やにはですね、お目目に、細菌感染が起きている可能性がありますよというのをお話をさせていただきました。原因の多くはですね、例えばアレルギーで目の周りが痒くってですね、こういう風に描いてる間に親指の爪がこう入ってしまうだとか、顔をですね、こうやって絨毯にこすりつけてる時に傷がついてしまうですとか、そういったものが割と多く経験されますので、お家の子でですね、アレルギーがあったりだとか、顔の周りを痒がる子なんかはですね、少し、そういったものを気をつけていただくとよろしいかもしれません。で最後にですね、目やにの拭き取り方についてお話をさせていただきました。これはですね、実際動画を見ていただきながらお話をさせていただきましたが、こういう風に拭いてあげたりだとか、目やにが溜まりやすい目頭に向けてこういう風に取ってあげることがよろしいですよってお話をさせていただきました。今回の動画は以上です。それでは失礼します。以上、MH チャンネルでした。